法律的独立人格の承認、宮本由里子。もし、今日の議会に、真実な価値と信頼等を認めるとしたら、夫人の提出したい、第一の問題は、婦人参政権、法律的独立人格の承認に関してであると思います。いろいろな法規が、消極的意味において、女性に不便であり、あるときは、 不公平であるとしても、直接法規作成に力める内部からの影響がなければ、改正もおぼつかないでしょう。外閣を回って叫んでも、原動力とはなりません。例えば、民法第14・5条、第788条、789条、801条、第813条、最も注意すべき、 刑法第183条等について、何とかなさるべきであるとは感じても、それらを自分たちの問題として、適切に恒給する代弁者を女性は持ちません。積極的に見れば、女性の労働、助手取扱法、婦人賠償員制度の問題に関し、または幼児保護法、受賛員その他、 我が国には恥ずかしいほど貧弱な社会事業も内部から働きかける真剣な力さえあれば決して今のまま不活発な状態にとどまっていることはないでしょう。しかし現在の議会のありさまでは物を言い頼む心持ちにもなれません。真実の婦人参政権の要求を持つならあるいは先に普通選挙法の実施を団結し 熱烈に追求すべきであるかもしれません。1923年2月。